中央分離帯を撤去するために一部の車線を規制して分離帯に植えられている植え込みを一つ一つ丁寧に取り除いています香川県は三方と高松周辺ににぎわいを作るプロムナード化を進めています土日祝日の午前9時から午後9時まで JR 高松駅北側の市道の一部を車両通行止めにまた 県立アリーナの周辺では、遊歩道のスペースを設けるため、現在4車線ある車道を2車線に変更する予定で工事が始まりました。県はこれまで、周辺の浜野町の住民に計画への理解を求め、説明会を行ってきましたが、計画の見直しを求める住民との間で、話し合いは平行線のままです。県は、